おはようございます。キャンプショーです。ついにイエティのクーラーボックスタンドラをゲットしました。こいつの保冷性能を検証していきたいと思います。始まるよ。で、保冷力を検証するためにまずあらかじめ必ず予冷をしていく必要があります。なので昨日の夜からボゴスの冷却パックこいつを入れてある程度クーラーボックス内を冷やしてあります。こちらが今まで僕がソロキャンプでいつも使っていた AO クーラーズのソフトクーラーボックス。こいつの中に満タンに入るように入れた飲み物、氷、ロゴスの冷却パックをダンドラの方に移して、毎日どれくらい冷えているのか、氷は残っているのかっていうのを検証していきます。ダンドラに移していくものはロゴスの冷却パック、大きいサイズなんです。氷2リッターの水、500のペットボトル2本、炭酸水、瓶ビール、バドワイザー、そしてバドワイザーです。凍らしておいた500の水を2つ、2リッターのペットボトルの水、以上です。これをすべてタンドラの中にぶち込んでいきます。予冷の効果が冷める前にどんどん入れていきます。氷。OK。頼むぜ、ダンドラ。よし。じゃあ検証開始して15分ぐらい経ちましたんで、早速中の冷えを確認したいと思います。まだ結構冷えてますね。水がどれぐらい冷えてるか飲んでみます。めちゃめちゃ冷えてます。ここでは直射日光が当たりすぎるんで日陰に移します。よいしょ。はい、イエティタンドラの中に飲み物や氷を入れてから5時間経過しました。どんな具合か見てみます。冷蔵庫、これカチカチだったペットボトルですが、ちょっとね溶けてきてます。多少ね溶けてきました。水はまだキンキンに冷えてます。冷蔵庫と変わんないですね。ちょっとだけ水が入り始めてます。 OK。 はい、タンドラの保冷性能の検証、11時間経過しました。今夜の9時です。朝からね夜までに何度かこれ開けて中の飲み物飲んだりとかしてますんで、実際にキャンプに行った時に使うようなシチュエーションで開け閉めを繰り返してます。じゃあ見ていきたいと思います。よし、水になってきてます。半分ぐらい水になってます。そしてペットボトルの方ですが、どうだろう、まだ 10% ぐらいしか溶けてないっていう感覚ですね。ロゴスの保冷パックはまだ凍ってます。カチカチに凍ってますので、ビールは冷たいままです。じゃあ今日の朝から飲んでた水、こいつは朝から変わらないぐらいキンキンに冷えてます。液体は全くぬるくなってないと思いますが、やっぱり氷とかはこの中が氷点下になってないんで、だんだん溶けてってるみたいですね。冷たい。カチカチです。20% ぐらい溶けたかなという感じ。水はまだキンキンに冷えてますね。今日ね、一日かなり暑くなりました。30度超えがずっと続きましたが、2日目の夜がね、保冷性能ないと2泊3日できないですからね。見ていきます。なんと1キロの氷はほぼ溶けきってしまいました。そして500のペットボトルの氷は今日急激に溶けましたね。だいたい7割ぐらい、70% ぐらい溶けてしまった感じです。そして2リッターのペットボトルは朝まではまだ 10% ぐらい溶けてた感じでしたが、今 20% 強ぐらい溶けてきましたね。ダンドラをもってしても真夏の2日目は結構きつめに食らってしまいました。くえ、キンキンではないですけどね。まあ冷えてます。うまい。あと少しだけ氷が残ってる。まあ 95% ぐらいは解凍してしまいましたね。4日目の夜を迎えました。カチカチに凍ってた2リッターのペットボトルももうすっかりね、常温の水になってしまってます。あったかいところまでは行ってないですけれど、もうどの飲み物も常温の状態になってしまってます。以上。はい、というわけでイエティタンドラの保冷力検証終了です。梅雨明けの8月、検証の期間ずっと晴天が続き、30度超えで猛暑日の中、かなり過酷な環境での検証となってしまいました。検証開始の2日目からはテントを締め切った中にタンドラを置いてましたので、おそらく40度超えの環境でトレイ力の検証を行っていたことになると思います。それでも2日目の夜はまだキンキンに冷えたドリンクを楽しむことができました。3日目の朝はまだ少し冷えた状態を楽しむこともできましたが、4日目になるとタンドラの中のドリンクは常温になってしまい、そこで検証は終了となってしまいました。というわけで2泊3日であればイエティタンドラは大ハードな環境の中でも性能を発揮するというのが今回の検証結果となりました。以上です。